演舞開演。皆さん、トリコはトリート。というわけで、もうすぐハロウィンですね。まあまだ1ヶ月以上ありますけど。そして、そんな気の早いハロウィンの商品が早くもこちらで発売されました。ミスタードーナツ、ね、ボックスに入ってますね。なんだかちょっと怖いですね。では、中身とご対面。ああ、ちょっと怖い見た目のドーナツが勢ぞろい。では、まずはこちらのジャック・オ・ランタンさんから。ジャック・オ・ランタンは3年ぶりかな。ランタンは以前にも食べたことはあるんですが、それとは違うタイプですね。なんか裏面がすっごく怖いんですけど、こっちは白いからまだいいのかな。この中身はこんな感じですね。ではいただきます。続きましては、こちらのちょっぴりかわいい、いや、ちょっぴりの言うほどよりもかわいいかな。こちらのかわいい女の子っぽいドーナツです。ああ、こちらは、なんか、中にクリームか何か入ってますね。これ、開けたら崩れ落ちそうなので、そのままいきます。最初のジャック・オ・ランタンドーナツはふんわりとしたココア風味のちょっと苦みの効いた生地にホワイトチョコが程よいミルク感が加わっていて、さらにチョコレートのさっくりとした味もあってちょっと大人向けですね。確か名前がジェントルだったのでそうなのかもしれません。なので最初のはこちらの点数とさせていただきます。続きましての、あの可愛い女の子のやつは、さ、外側のストロベリーと中のリンゴジャム、その2つの酸味を一度に味わえるという今までにない味わいがとっても良かったです。リンゴジャムっていうのは本当ミスタードーナツでは珍しい気がしますね。やっぱり秋だからかな。なのでこちらとさせていただきます。そして最後のチョコレート坊やは、中に入っているマロンクリームがしっかりと栗の甘みを口の中に広げてくれて、それがふわーっと口の中に入って、ちょっともっちりとした弾力のある生地もその噛み応えを出してくれていて、栗の風味と生地の甘み、どちらもとっても美味しかったです。栗を堪能したい方にはおすすめですね。なのでこちらはこちらですね。今のところ自分のお気に入り、一番のお気に入りは最後のミズバカリ青唐辛子口に蹴り。うわぁ、なんだか強引ですね。まさに辛い思いをしたかもしれません。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞閉演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。